夜間頻尿の原因についてお話しします。当然水分を多く取れば、多尿、夜間多尿となり、日中も夜も頻尿になります。以前は水分を多く取ると、脳梗塞、心筋梗塞の予防になるとも言われましたが、現在は否定されています。一日の尿量が体重あたり 40cc 以上の場合は多尿と言います。 原因としては糖尿病、尿崩症、心因性退院症などがあります。水分の取りすぎも大きな原因となります。薬によっては、口の中が乾燥して水分を多く摂取する場合もあります。夜間多尿は、文字通り夜間の尿量が多い状態を言います。24時間尿量に対する夜間の尿量の割合が、65歳以上で33%以上の場合に、 夜間多尿と言います夜間多尿の原因として水分の取りすぎ尿包症、鬱血性心不全、過剰な塩分摂取などがありますまた高齢者では夜間の脳からの抗利尿ホルモンが低下し夜間尿量が増加することが知られていますつまり若いうちは尿量を調節するホルモンによって日中に尿を多く作って 夜はあまり作らないように調節されています年を取るとその調節がうまくいかなくなりますまた症状や病気に応じた適切な治療を行うために一日の排尿時刻、尿量などを記録する排尿日誌が重要です日常生活で注意することはまず水分摂取制限です就寝前のカフェイン、アルコール摂取の制限をしましょう 次に生活習慣を見直しましょう。規則正しい就寝、起床時間、食事時間、また日光浴。昼寝をするなら午後3時前の30分未満。足がむくんでいると夜中に横になったとき、下半身にたまった水分が尿として排泄されます。むくみは足を上げたり男性ストッキングの使用や夕方の軽い散歩が効果的で、 夜間の尿量を減らしたり、ストレス解消になって安眠につながります。冬は、室温の冷え対策も大切です。医師と相談しながら、適切な水分摂取を心がけましょう。日常生活の見直しで改善が見られない場合には、原因となっている病気を医師が診断し、原因に応じた治療を行います。